ばんは、竹下敦です。本日ねご紹介するのは私の大好きなイエローモンキーさんのジャム。これはね9枚目のシングルです。楽曲のね作曲者は吉井和也さんです。作詞作曲吉井和也さんです。このシングル1996年2月29日に発売されました。大変なねロングヒットとなり、なんと累計で80万枚をセールス。素晴らしいですね。私にとってもねとても思い出深い曲です。これからもね、歌わせていただきたいと思います。そしてね何らかの形で皆さんのお役に立てればと思います。吉井和也さんありがとうございます。素敵な楽曲を。それでは、竹下敦でした。